はい、皆さんこんにちは。野球を見るときに、ちょっと楽しくなるよっていうポイントをお話をしたいと思います。骨格的ルーティーンということで聞いてください。まずバッターボックスに入るときには、アンパイアの方の足から決めて入っている選手が多いと思います。でピッチャーの方に向かってこういう風にバットを立てたり、逆に、こういう風に引いたり、まずは、右バッターでいうとピッチャーの方に向かってこうバットを立てた時に、外にこうやって回すルーティーンだと肩が開いてしまうので、バットをこうやって内側に引いてこういう風に構えているバッターっていうのは、あ、打つんじゃないかなっていう風に一個見てみてください。次、その構えに入る時に背中側にこうやってバットを下ろしてて、ヘッドをピッてこうやって振ってる選手がいると思うんですけど、これもヘッドをピッて振るとバッティングの時に押し込んでいってバーンと前で弾きやすいっていう風なルーティンになります。これも見ていただくとよくわかります。そうですね、日本シリーズでいうと、まあ、左バッターですけども、丸選手が、まあ、ジャイアンツでいうと、左バッターですけど丸選手、ソフトバンクホークスでも言うと左バッターですけど、近藤選手などが、こういうふうに、ヘッドを振って、その後こういうふうにトップという言い方で構えを作っています。はい、こういうふうに、ヘッドを振るとバッティングの時にこうやって押し込んでいきやすくなるという部分ですね。一番そばを通って押し込む感じです。振るっていう解釈じゃなくて、ヘッドを振ってトップを決めてこういう風に押し込んでいくっていうようなポイントを見てもらえると野球が何倍も楽しくなると思います。あと分かりやすく左バッターの方の説明をします。左の鼠径部、うちの YouTube ではよく左の鼠径部に圧をかけてっていうことをトレーニングとかいろんなところで言ってると思いますが、左の鼠径部に圧をかけて左バッターの場合、こうやって外に向かって内から外に向かってこういう風にルーティンをして構えてヘッドを振る、そうするとこれもすごく押し込みやすい、バットが遠回りしないで体の近くをこうやって押し込んでいくためのルーティーンになるので、そういう風な仕草をしている選手がいるかなって思いながら見てみると、とっても楽しく野球が見えるようになると思いますので、勝つ負ける推しのチームとともに、打ち方、そういうのも見てみてください。見てくれてありがとうございます。毎週水曜更新予定です。いいねとチャンネル登録お願いします。 Thank you for watching. Updated every Wednesday. Please subscribe to this channel.